おはようございます。私は成長の絵本部講師の松井正長です。第4回目の本日は、谷内正信、成長の絵総裁の著書、日々の祈り、神、自然、人間の大調和を祈るをテキストに、自転車から平和を自然と調和したライフスタイルへというテーマで話をさせていただきます。このテーマを聞いて、少し、 驚かれた人がいるかもしれません。あるいは自転車と平和にどんな関係があるのかと疑問を持たれた人もいるかもしれません。成長の家では自転車の利用を推奨しています。自転車を活用するメリットは大きく分けて三つあると私は考えます。一つ目は自然との一体感を全身で感じることができる。二つ目は 肉体の機能が向上し、自然の恵みを実感することができる。三つ目は、自然と調和したライフスタイルにつながるです。本日はこの三つのポイントについてお話をさせていただきたいと思います。まず、私の体験をお話しします。私は自転車に乗ることを趣味にしています。15年前に、 スポーツタイプの自転車を購入し、休日にはよく自然の中を走っていました。ところが、第一週でお話しした通り、私は自転車の事故により骨折をしてしまいました。それがきっかけで、成長の家の進行を学ぶようになり、その後、成長の家国際本部で働くようになりました。そして、国際本部が2013年に、 山梨県北斗市の森の中のオフィスに移転してから約8年ぶりに自転車に乗るようになりました骨折をして以来運動をすることがすっかりなくなり職場の健康診断では生活習慣の改善を行い体重の減量を心がけるようにとの判定が書かれているほどでしたそんな状況から少しずつ自転車に乗って体を慣らしていった結果 今ではほぼ毎日自転車通勤ができるようになりました。自転車通勤及び自転車通学を略して自手通と呼びます。私の自手通は都市船のそれとは少し様子が異なります。私が勤務する成長年英国際本部森の中のオフィスがある八ヶ岳南麓はスポーツバイクを乗るのには適しており、 わざわざ遠方から訪れる人がいるほどです。周囲に豊かな自然があり、走りごたえのある坂があるからではないかと思います。私は片道12キロほどの道のりを、行きは1時間、帰りは30分かけて走ります。つまり坂道が多く、行きはずっと上りなのですが、帰りは下りばかりなので、半分の時間で移動ができるのです。日々自転車で通勤していると、 新しい発見がたくさんあります。木漏れ日が降り注ぐ森の中を、風を切って走ると、鳥のさえずりや川のせせらぎの音が心地よく感じられます。時には、鹿の親子に出会い、その仕草の愛らしさに思わず微笑むことがあるなど、自然の中にある美しさにハッとする瞬間の連続です。ここで本日のテキストに収録されている、神の無限生命を、 我が家に感ずる祈りの77ページを引用します。神様、私は花々の愛らしさ、木々の美しさを心に強く感じます。体の外にあるこれらの植物を内部に強く美しく感じることができるのは、私の命と植物の命が本来一体である証拠です。花の色、繊細な形、色と形の組み合わせに、 私が無限に多様な美を感じることができるのは、植物の発するメッセージを私の命が喜んで受け止めている証拠です。そびえ立つ胎児の幹の美しさ、微妙な葉の形、豪華な紅葉に感動するのは、私と植物とが決して別物でなく、神様の命において一つである印です。引用を終わります。神様は人間のみならず、 あらゆる生命の根源でありますから、神においては全ての生命は一体です。引用文に美しく感じることができるのは、私の命と植物の命が本来一体である証拠とあります。私たちが自然を見て美しいと感じているとき、私たちは命の一体感を体験しているのです。一つ目のポイントは、 自然との一体感を全身で感じることができるでした。自転車で自然の中を走っていると五感で自然を感じることができ、自動車で移動している時には見過ごしていたような自然の美しさに気づき、あらゆる生命との一体感を深めることができるのです。さて私の体験に戻ります。自鉄を始めて体の変化を感じるようになりました。はじめは大変だった通勤も、 回数を重ねるごとに筋肉が発達してきたのか楽になっていきました。また徐々に体重も減っていき3年間で約 10kg の減量に成功しました。ここで本日のテキストではありませんが谷口正信成長の家総裁のブログカラマツ模様の2014年9月8日の記事天魚さんヒルクライムから引用します。人間の肉体は 自然の状態でで使うことで機能を拡大する私たちの肉体は筋肉や血管や骨や皮膚組織そして脳細胞も使わないのではむしろ機能が低下するそういう性質と機能を自然に与えられていることは自然の恵みの重要部分であるなぜならそれは「努力すれば向上する」という約束が自分の肉体に組み込まれていることを意味するからだ スポーツはこの自然の恵みを実感しつつ感謝することにつながる。引用を終わります。成長の例では、肉体も自然の恵みの一部であると考えます。人間は水を飲み、動植物などを食べることによって、肉体を維持・成長させることができます。また、大気中の酸素を燃やしてエネルギーとすることができます。水も空気も動植物も、 自然界の生態系に支えられているのですから、人間の肉体も自然の一部であると言えます。その肉体はスポーツなどを通じて鍛えることによって、体力や筋力などの機能が向上します。そのような働きが肉体の中に組み込まれている。このことが自然から人間に与えられている恵みの一つなのです。さて、毎年10月には、 森の中のオフィス周辺で成長の家が主催する天女山ヒルクライムというイベントが開催されています。ヒルクライムとは丘を登るという意味の英語です。このイベントでは標高1529メートルの天女山の山頂を目指して自転車で坂を登ります。高低差が約400メートルあり、とても急な坂道を登るコースです。2017年は 国内の神徒をはじめ海外の神徒及び地元の招待選手など約80名が参加しました。中には本格的なロードバイクを購入して日々練習を重ねてイベントに臨む人もいました。この時期の八ヶ岳は紅葉の季節ですので参加者は美しい景色を楽しむことができます。また坂を登るのは苦しいのですが登り切った後で 頂上でで達成感は格別です苦しい思いも楽しい思いも共にした仲間とは絆が深まりイベントを通じてすっかり仲良くなりました私は日々の自鉄の成果が試される機会だと思い参加したところ昨年のイベントではなんと優勝することができたのでした二つ目のポイントに肉体の機能が向上し自然の恵みを実感することができるとあるように 私は自転車に乗ることを通じて自然の一部である肉体が健康的になり体力も筋力も向上するという自然の恵みを実感することができたのでした。ところでなぜこのようなイベントを開催するのかという疑問を持つ方もいるかもしれません。それはイベントを通じて自然と調和したライフスタイルを実践する人が増えるからです。 ここで先ほどのブログの記事の続きを一部省略しながら引用します。ではなぜ自転車競技か。これは自転車でなければならないという意味ではない。また自転車競技であっても都会の中の同じ場所をぐるぐる周回するだけでは自然の恵みはあまり感じられないだろう。それよりは高原の空気を思う存分呼吸しながら体に風を感じ鳥の声を聞き 紅葉を眺めさらには自分の肉体の小ささ微力さを思い知るそういう体験は登山やトレッキングマラソンでも可能だが自転車には実用性もある競技が終わった後は通勤通学買い物サイクリングなどに使えるそれは炭素ゼロのライフスタイルの一部となる引用を終わります引用文にあります トレッキングとは山歩きのこと。炭素ゼロとは二酸化炭素の排出を少なくするとともに、相殺する手段を用いて、事実上二酸化炭素の排出をゼロにするということです。自転車は移動に伴う二酸化炭素を排出しないので、炭素ゼロの移動手段と言えます。成長の意は、地球環境問題に積極的に取り組んでいます。現在、地球温暖化が原因と考えられる 自然災害が世界各地で頻発し、さらには紛争の火種になっています。例えば2006年から約5年間、中東のシリアでは広大な地域で気候変動が原因と考えられる干ばつに見舞われ、およそ200万人もの人々が都市部へと押し寄せたそうです。そのため、社会不安を引き起こし、イスラーム教内部の対立が加わって内戦へとつながった。 と言われていますさらにシリアからヨーロッパへ大量の移民難民が流れ込んだことによりその受け入れをめぐってイギリス国内で意見の対立が起こり EU 離脱の是非を問う国民投票に発展する一つの要因になったとも言われていますこのように地球温暖化が紛争などの一因となっているとも考えられるのです世界平和実現のためには 地球温暖化を抑制することが欠かせません。地球温暖化の原因は化石燃料に依存し二酸化炭素などの温室効果ガスを大量に排出している現代の文明にあります。つまり私たちの生活にも原因があるのです。その解決には私たち一人一人がライフスタイルを見直す必要があります。三つ目のポイントは 自然と調和したライフスタイルにつながるでした日常的に自転車を活用する生活習慣を身につけることは自然と調和したライフスタイルにつながるのですここで本日のテキストに収録されている良い生活習慣を作り出す祈りの215ページから216ページを引用します生活習慣は 心が刻む彫刻のようなものである。我らの一生は生活習慣が築き上げる壮大な建築物である。天敵石を穿つというが、我らは毎日一時一瞬の心の持ち方によって生活習慣を形成していく。そしてその生活習慣は天敵石を穿つように我らの人生の形を決定するのである。 人生の成功も失敗も、だから我らが良い生活習慣を持つか持たないかで大きく決まるのである。引用をわります。点滴意月とは、小さな努力でも根気よく続けていれば成果が得られることの例えです。引用文にあるように、生活習慣を変えることで私たちの人生は変わります。個人の人生はもちろんのことですが、 多くの人の生活習慣、ライフスタイルが変わることによって、ひいては社会全体、人類全体の行方も変わっていきます。では、平和な社会を実現するためには、どのようなライフスタイルを広げていけばいいのでしょうか。成長の絵では、先日の通り、自然と調和したライフスタイルへの転換を推奨しています。その一例が自転車の活用です。かといって、 全ての人たちが自転車に乗るべきと考えているわけではありません。それぞれの得意分野で、またそれぞれの地域の特性に合わせて実践することが大切であると考えています。成長の絵では、自転車以外にもクラフト、手工芸品の製作など、身の回りのものを手作りすることを進めております。また、家庭菜園をしたり、 牛や豚、鶏などのお肉を使わないノーミート料理や地産地消を心がける食生活を推奨しています。こうしたライフスタイルはいずれも温室効果ガスの排出を低減することができますので自然と調和したライフスタイルであると言えます。自分の体を使って自転車やクラフト、家庭菜園をすることは確かにめんどくさく 手がかかることかもしれませんが決して退屈で我慢を強いられるようなライフスタイルではありませんここで先ほどの引用文の続きを引用いたします良い生活習慣は神の愛を表現するものである生活に関係するすべての人々との一体感を増し交流が深まるのである引用を終わります 私が自転車を通じて感じたことはまさにこのことです。自転車で共に走ることで喜びを共有する仲間ができ、また自然との一体感を深めることができました。自然と調和したライフスタイルは神の愛を表現する喜び溢れる楽しいライフスタイルの実践なのです。本日のテーマは自転車から平和を自然と調和した ライイフスタイルへでした私たち一人一人が自然と調和したライフスタイルへ転換することによって喜びあふれる毎日を送ることができます。またこのような生き方を実践する人が増えることによって地球環境問題の解決に寄与しひいては世界の平和にもつながり多くの人々を本当の幸福へと導くことでしょう。 それでは時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。